核のフットボールを再現したモデル。核のフットボールとは、アメリカ合衆国大統領が司令部を離れている時でも、核攻撃の許可を出せる、核種道具が入った黒いブリーフケースである。このブリーフケースは、アメリカ軍の戦略的防衛システムにおいて、ホワイトハウス地下のシチュエーションルームなどの固定された、司令部に対する移動可能な連絡機器として機能する。 正式名称は、大統領緊急カバン。俗に、原子フットボール、大統領の非常用サッチェル、核のボタン、ブラックボックス、あるいは単に、フットボールとも呼ばれる。ワシントンポストの報道によれば、アメリカが衆国大統領には、核兵器の発射コードとフットボールを携帯した、軍事顧問1名が常に随伴しており、そのフットボールとは、黒い革のカバーで覆われている。 ゼロハリバートン社製、アタッシェケースのことである。カバンの重さはおよそ20キログラムで、持ち手のところには小型のアンテナが伸びている。ホワイトハウス軍務室のトップであったビル・ウォーレン・ガリーはサイモンシュスターから上司したブレーキングカバーの中でこう記している。フットボールには4つのものが入っている。報復措置を記した黒い手帳、極秘の場所を一覧化した本。 緊急警報システムの手続きをまとめた8ページから10ページほどの紙を挟んだマニラホルダー認証コードが書かれた3、5インチサイズのカードの4つだ。黒い手帳は92インチの大きさで黒と赤で印刷された75枚のルーズリーフが入っている。極秘の場所が載った本は黒い手帳と同じぐらいの大きさでやはり黒い想定である。 アメリカ国内で緊急時に大統領を受け入れ可能な場所が載っている。ウォーレンガリー、ブレーキングカバーより以上のようにカバンの中にボタンはないとされている。なお、カバンとは別に核攻撃を命じる権限を認証するビスケットと呼ばれる暗号入りのカードを大統領は常に携帯する。アメリカ軍の最高司令官であるアメリカ合衆国大統領が 核兵器の使用を決断した場合、フットボールの運び人がそばに呼ばれ、カバンが開けられると統合参謀本部に指令信号、あるいは警告のアラームが送られる。大統領は、顧問と攻撃について取り得る選択肢を協議し、様々な手段の中から攻撃案を決定する。これらはオプラン810の下であらかじめ決められた戦争計画の一部である。 そしてカバンの中にある何らかの通信技術を用いて、コモンは国家軍事指揮センターと連絡を取る。あるいは報復攻撃の場合であれば、複数の空中司令部をはじめとする各司令部とも交信を行う。命令がアメリカ軍によって実行されるためには、プラスチック製のカードの形で発行され、大統領本人が常に身につけ、持ち歩く特別なコード、ビスケットを使って、 大統領が本人と認証される必要がある。このコードはゴールドコードとも呼ばれる。アメリカは大統領だけが核兵器の発射を命ずることができるのだが、その命令は国防長官の確認を受けなければならない。国防長官の確認は大統領本人の命令であることのみを確認するのであって、大統領の発射命令は拒否できず必ず従わなければならない。 コードがべて認証されると軍はかるべき部隊へ攻撃命令を出す。これらの命令は下されてからもその審議の再確認が続く。フットボールは大統領の軍事顧問が交代制で運搬に努め、その勤務予定は極秘扱いである。顧問は手首に特殊なケーブルを巻いて物理的にブリーフケースを身につけることもある。アメリカ軍の士官にあたり給与等級は おマイナス4かそれ以上、任命にあたっては極めて厳しい身元調査が行われ、いわゆるヤンキーホワイトに該当するかが調べられる。彼らには、いかなる時、大統領が職務を遂行できなくなった場合には、副大統領が大統領権限を代行することから、副大統領用のものもある。大統領職が引き継がれる場合、通常は、新旧大統領が同席する就任式において、 側近の間で引き継がれる。2021年1月の第45代大統領ドナルド・トランプから第46代大統領ジョー・バイデンへの政権移行では、前大統領が就任式に欠席したため2つのカバンを用意し、設定した時間に古いカバンの暗号を無効化する手続きが取られた。スタンフォード大学教授のスコット・サガンは、新旧大統領が同席しない以降に、 プロセスを不必要に複雑化すると懸念を指摘した。フットボールの歴史は、ドワイト・ディ・アイゼンハワー大統領の時代まで遡ることができるが、現在の使用方法になったのは、1962年のキューバ危機の際に、ソビエト連邦軍がモスクワの許可を得ずに、キューバから核ミサイルを発射してしまうことを懸念していた、ジョン・カイ・ケネディ大統領以降のことである。 AP 通信の記事によれば、このフットボールという通称は、ある攻撃計画に付けられたドロップキックというコードネームに由来するものである。この名前は、実際のカバンの性質や形状に誤解を生じることがあり、実際にケースのカバンは、本物のフットボールを包めるぐらい大きいからである。グラフィックノベル、ウォッチメンには、1985年にまだ大統領であったという設定で、 リチャード・ニクソンが登場するが、彼の腕には危機に備えて文字通り、核のフットボールが繋がれている。作中でそうだと明示されることはないのだが、この危機には、現実のフットボールと同じか、あるいは核攻撃の電子起動装置が内蔵されている、ことがほのめかされる。ジミー・カーターとロナルド・レーガンも、大統領在職中は、背広のポケットに発射コードを入れたままにしていたと、語っている。 ちなみに、ジョン・クライン会議員は、アメリカ海兵隊の元大佐であり、カーターとレーガンの時代にフットボールを運んでいる。運び回るのはそう難しいことじゃない。下に置くこともできるし、私はしょっちゅうそうしていた。ジョン・クライン会議員の発言より1981年3月30日の、ロナルド・レーガン大統領暗殺未遂事件直後、レーガンとフットボールは別々の場所にあった。 レーガンは、前任者であるカーターと同じくカードをポケットに入れて、歩くことを好んでいたが、ER の下下治療の際に衣服が切り取られた時に、レーガンはカードをなくしてしまった。後にその ER の床にあった、レーガンの靴から無造作にしまわれたカードが発見されたため、レーガンはカードを靴下に入れて持ち歩いているという、都市伝説が生まれた。この時は、カード以外の中身も、 レーガンと離れ離れになった。これは、運び役の士官が負傷した大統領を運ぶ車の行列に置いて行かれたためだった。このように、大統領がフットボールを運ぶ人間と離れ離れになることが時々発生し、1973年のニクソン大統領にもこれが起こった。ニクソンは、キャンプデービッドにおいて、ソビエト連邦最高指導者、 レオニード・ブレジネフにリンカーン・コンチネンタルを送ったが、この車にニクソンを乗せたブレジネフは不意に高速道路を逆戻りした。そのため、シークレットサービスは置き去りにされ、フットボールとニクソンの警備部隊は30分近くも分散したままだった。他の歴代大統領であるジェラルド・フォード、ジミー・カーダー、ジョージ・ H.W. ブッシュと時代が下って、ビル・クリントンにも、 フットボールと離れた時間帯があった。ただし、こうした事件において、フットボールの完全性が損なわれた例はなかった。2016年5月27日に、バラク・オバマ大統領が広島を訪問した際にも、フットボールは持ち込まれており、世界で初めて原子爆弾が投下された地点を事実上の核、兵器発射基地にしたことは、 矛盾をはらんでいるという趣旨の批判的な論調もあった。こうした核兵器の発射命令システムは他の核保有国を含めて核のボタンと自称、通称されることがある。2018年1月に北朝鮮の最高指導者である金正恩の核のボタンは執務机の上にあるという発言が伝えられるとアメリカのドナルド・トランプ大統領はツイッターに私の核のボタンの方が より大きく、強力で、しかもちゃんと作動すると書き込んで、北朝鮮を牽制した。ただし、前述したように実際のシステムは、ボタンではなく、大統領や士官が、フットボールの取り扱いを誤っても意図せずに、発射されることはない。ありがとうございます。